ハロー視聴者ボーイ、私の名前はペガサス G アカシックです。今回のデッキはこちら、聖兵級聖獣をペガサス、聖の獣、私はルピコが大好きです。もうしっかりしてください。というわけでペガサスがペガサスを使ってみた。アカシックとペガサスでガチャレンジです。ミーのデッキ52枚です。ミーは無課金なのでちょっとデッキが汚いです。そこは勘弁してください。そして非文明は2枚しか入っておりません。完全にロマンです。いきます、マインドスキャン。さあデュエル開始です。デュエル開始の宣言をしなさい。相手はおっと、ルピコ、ルピコミラーマッチです。ルピコは非常にエチエチでたまりません。ルピコアナザーです。アナザールピコです。歴史が変わってしまいます。これは何としても倒さねばならない。手札割と悪くないです。まずアカシックサードを埋めて色を確保、そしてアカシックサードスタートでいきましょう。さあバトルをしてチェンジ、ガチャレンジ召喚します。どちらかというと革命チェンジです。アクアサーファーをマナチャージ、ヒデオアカシックサード攻撃表示で通常召喚。さあどうする。これは相手もクリーチャーを出してきてくれればバトルができますが、除けられてしまうと悲しいです。さあ出しな、来ました、来ました、聖堂の鎧です。ギガホーンを埋めます。アカシックサードダイレクトアタック、シールドブレイクです。これは真のデュエルです。ブレイクされたシールドは破片となって相手に飛び散ります。非常に恐ろしいゲームです。デュエマのアニメはなかなかシリアスです。おっと、光文明がない、困りました。では仕方ありません、またギガホーン埋めますか。これはここは二角を埋めます。アクアン召喚です。さあ光文明混合が多いのでレインボーカードが多いので当たる確率が多いはず。さあ来なさい。おっと、2枚ドロー、アポカリプスデイが来ました。おっと、ライトニングチャージャー、これは強いです。ここはバトルを狙ってターンエンド、次のターンライトニングチャージャーで強制バトルです。アポカリプスデイも入ってます。パックを引いたら出てきたんで1枚だけピン刺ししてます。ジオーの最終回です。終焉の時です。オーバージオ必殺撃いきます。が今回はちょっとマナに埋めます。ウォルポニカがいないと私が出せません。ここはライトニングチャージャー、聖堂の、ここは聖堂の鎧にしておきましょう。聖堂の鎧をタップして、そしてチャージャーなのでアカシックサード、さらに追加で通常召喚、攻撃表示。さあ生きなさい、アカシックサードで聖堂の鎧に攻撃、ガチャレンジ召喚、ガチャ来ました、来ました、ボルシャックスピードドラゴンです。非文明は2枚しか入っておりません。楽しいガチャの時間です。たまりません、これだからたまりません。ガチャレンジ召喚ガッチャンです。 B のデッキ52枚です。ガチャレンジゾーン入り52枚、一気に新デッキで始めます。ガチャガチャ、おっと向こうでペガサス、なんというミラーマッチ、スキンまで同じでルピコルピコでペガサスペガサス、おっとこれはどういうことですか。エリクシア強すぎます、向こうの引き強すぎ。あ、私のボルシャックスピードドラゴン、アンベレイバーも信じられません。ギガホームマナチャージ、ボルポリカからの庭園でいきましょう。ちょっとレインボーが落ちたら庭園使えなくなってしまうので、これまではマナチャージしなくてもしょうがない結果論です。では庭園でエリクシアを戻します。さあペガサスに、おっとペガサス来た、これは強いです。ペガサスに向かってナタック、行きなさい。さあガチャレンジ召喚、おスカイソード自滅特攻です。これは仕方ありません、これは仕方ありません、破壊されてしまいます。これは熱いデュエルです。これは負けても動画に残しましょう。おっと向こうは、向こうの引きが強いです。ミストリエスまで入ってる、強すぎます。そんなカード B 持ってません。ワンちゃん2体目出てくるんじゃないですかこれ。おっとアタックしてこない、キングアトランティス来ても困ります。眠りなさい、二角の超人。
さし、これで次のターンワンチャン狙います。2角で何を回収できるか。2枚落ちて、ちょっとこれグラディアレッドドラが落ちてしまっても困ります。ギガモン何ですかこれ、バカにしてるんですかこれは。もうモルポ2角くれば強かったのに、なんてことでしょうか、信じられません。ミーの引き弱すぎ、ウォルポニカいなかったこれ。あ、いません。だったらもっと他に何か、ライトニングチャージャーとか、エリクシアが強すぎます。これミーも参考にしてエリクシアを入れるべきではないでしょうか。これでもガチで組むのであればキングアトロンティスとか、なんかこの辺全部抜いてエリクシアにするべきです。ガチコーチ強すぎます。向こう強すぎます、ブロックしません。向こうも動画撮ってるんですかこれ。ブルシクオリティスがトリガーキラーさん来ました。ナチュラルトラップ強すぎます。ここはエリクシアマナーに行きなさい。ペガサスがやられてしまうのでエリクシアマナー送り来ました。さあこっから巻き返します。ジルワーカー、ジルワーカーめちゃくちゃ強いのに、全然来てくれてませんでしたねジルワーカー。でもやっと来てくれました。さあこっから行きますよ、私の反撃です。それでは、ここは、ジルワーカーを召喚。そして、ウォルポニカと二角の超人。二体のモンスターで、オーバーレイネットワークを構築します。エクシーズ召喚。聖獣をペガサス。聖壁の塊、ルピコちゃんは HH でたまりません。さあ、ここは、ペガサスに向かってアタックです。さあ、効果まず1体目。スカイソード普通に強いです。天地の構え。天地1体です。シールドが増えます。熱いです。そしてこのバトル、さあ、どうしますか？バルホルス、おっと。さあ、これで2体、同時発動。私、まずキングアトランティス発動。わお！しかし、これ私が先に発動しま、してしまうの。アムシオン！アムシオンなんて入ってるんですか、これ。タイミングが悪いです。向こうが後なので、キングアトランティスでもこいつ戻せません。しかし、これは熱いです。これは熱いです。動画クオリティです。向こうも激熱です。どうなるかわかりません。非常に熱い展開です。向こうは、おっと、バルホルスを出してくる。さて、私は手札にもう一枚、キングアトランティスがいます。ぐるぐるし、来ましたー！キングアトランティス！あ、じゃあ、ペガサス、私です。私が来ました。では、ここはジルワーカーで遅延をしつつ、そして、お、バルホルスの効果で強制アタックです。困りますね。おっと、私、山札が危ないです。いや、ここはスカイソード、天地一体です。ホーリースパークが行ってしまう。シールを増やす。そして、ここで、ペガサス召喚です。行きなさい。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ペガサス召喚です。成長をペガサス。行きます。ダイレクトアタック、プレイヤーに攻撃です。来なさい。スカイソード、まずいです。山札が切れてしまいます。やめてください。山札が切れてしまいます。このままではまずいです。トリプルブレイクです。食らいなさい。トリガーは来ない。キングアトランティスダイレクトアタック、行きなさい。噛み砕く攻撃。さあ、Bのシールド6枚、4枚もプラスしてます。強すぎます。さあ、山札残り3枚、まずいです。さあ、どうなりますこれ。向こうブロ、おお遅延です。遅延は勘弁してください。やめてください。まずいです。ウォルポルガチガチです。ガチガチガンテツです。あ、これ普通にミー負けたんじゃないですかこれ。ガチガチすぎます。ガチガチすぎます。キングアトランティスで全部戻しても山札切れで負けてしまいます。最後までミーはガチャレンジを楽しみます。山札切れで負けてしまうけど もうこれは行くしかありません。行きなさい。ガチャレンジ召喚ペガサス。最後の最後にペガサスです。いや、でもこれはいい勝負でした。山札切れなのは腑に落ちませんが、いい勝負でした。ありがとうございます。このデュエルに感謝します。盾を殴ってほしいです。いっそのこと盾を殴ってほしいです。来なさい。ヘブンズゲート、かっこよすぎる。演出がかっこよすぎます。エクシア、2体召喚。なんでかっこいいんでしょうか、これは。まさにドラゴンを呼ぶくれてるジャーティア、強すぎます。相手の構築が上すぎます。何ですかこのエスリアだらけ。なんて資産家なんでしょうか。あまりにもリッチ。ミーの負けです。これはもう、
完全にミーの資産芸による敗北です。信じられません。でもいい勝負でした。ありがとうございます。ブルジョアデッキ乾杯です。さあ、さっきのデュエル非常に楽しかったですが、やはり勝ってから終わりたい。もう一度デュエルです。赤髪の女の子です。ショートカットは可愛いです。プリキュアみたいな髪の色してます。カラフルな髪は2次元だと可愛いですが、3次元だとちょっとです。おっと、これは手札が事故りすぎ。困りました。スカイソードマナチャージ、ランエンドです。これはちょっと初動が引けてないのが非常に辛いな。キングアトランティス主張が強すぎます。眠りなさい。あなたはガチャで出てきなさい。ガチャレンジゾーンに眠っていなさい。キングアトランティスガチャレンジです。もしそんなのが出たら強い。ドナエッチすぎます。ドナはエッチすぎます。パラサイトワームという種族がさらにエッチ度を増しています。勢力来ました。ペガサス来たけど進化元が全く揃っておりません。全くもって進化元が来ません。もう未来が見えません。さすがのミーのマインドスキャンでも未来が見えません。マインドスキャンといえばデュエルマスターズにも相手の手札を見ることができる闇マナコを持ったバベルというかっこいいキャラクターがいます。やはりデュエママガルド不和一族が本当にかっこよくてたまらない。漫画がたまりません。そして来てくれましたウォルポニカ、これはちょっと未来が見えてきました。マインドスキャン、マナチャージ、次のターンスカイソードからのペガサスでいきましょう。ブルーベルキスはペガサスとかでめくりたいのですが、普通にスカイソード出してペガサス狙いましょうかね。ドナちゃんがダブルで、これエッチすぎます。これもしかしてナーガデッキ、向こうも進化プロテックス、エチエチナーガです。ギガホーンはペガサスが手札にあるので、ここはスカイソード天地の構えです。天地一体です。バナとシールド増やします。チャギン、次のターンペガサスでダイレクトアタック。おっと、ブロッカーがいるのでブロックされるかもしれませんが、さあガチャレンジ召喚の時間です。何ですかこれ。墓地回収、パラサイトワーム、ネクロワームです。これは可愛くありません。やはりナーガデッキ、ナーガデッキ、これはたまりません。ゴーの中の一つ、ナーガ王対王、これはキング対キング、たまりません。王と王の戦いです。アカシックサードが来てくれましたが、ここはやはりまずペガサスでいきます。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。まずはこちらが先に王を召喚します。ペガサスダイレクトアタック、来なさい。ガチャレンジ召喚、ペガサスです。外れです。悲しいです。さあトリプルブレイク、しかしトリプルブレイクシンプルに強いです。さあこれは向こうもナーガを出してくる。おっとシールドトリガー、何ですか。アクアサーファーシンプルに困ります。しかし離れた時効果が発動、来なさい。キングアトランティス来なさい。キングアトランティス、アカシックサードでーす。しょっぱいでーす。これはアカシックサードで欲張った結果、あまりうまく回ってないというやつなのでは、これ。器用貧乏。Oh no, me, 器用貧乏。全く回っていない。やはり欲張るとよくありません。向こうはエクシーズ召喚、ジャコンをナーガでーす。ガブガブ。めちゃめちゃ声がこもってます。バウンスとハンデスです。困ります。ダブルブレイクブロックされません。ナーガ非常に強力です。追加されたシールドブロック、ワクワサーファー強いです。ここはまあナーガを戻しましょう。ハンデスされますが、こんだけ手札があるので構いません。戻りなさい。ハンデスはサーファー戻されて、スカイソード、まあまあいいでしょう。殴ってきました。ちょっと困ります。取り返しなさい。キングアトランティス、そこにいた。これはもう未来が見えない。ミーのマインドスキャンでも未来が見えない。困りました。やめてください。ホーリースパークは意味なかったけど、まあいいでしょう。ホーリースパークです。アカシックサードとか言ってる場合じゃありません。天地の構え、天地一体です。天地の構え、天地一体。ジルワーカ召喚です。次のターンペガサスを狙います。来ました、ジャコンゴナーガリバイバル。
ブロックされないのが辛いです。ジルワーカーをすり抜けてしまいます。あまりにも HH すぎてジル、おっと、バウンス、バウンスするにハンデス、なかなか厄介です。強いですなが困ります。ホーリースパークいきます。ホーリースパーク発動です。あまり意味がないですがホーリースパーク発動。ここはもう行くしかありません。アカシックペガサスで行きましょう。あ、違う。あ、ミスった。シンプルにミスりました。二角の超人。よし。危ないです。アカシックサードとアクアンを回収します。ジルワーカ通常召喚。オンエンドです。さあここでデーモンハンド、二角がやられてしまいました。結構痛いです。困ります。そしてダーガーでシールドブレイク。 B に残された命は残り少ないです。もうトリガーはおそらく残っておりません。ペガサス抜かれてしまいました。ジルワークをバウンス。これは厳しいです。厳しすぎます。ナーガをどうすればいいのでしょうか。アカシックジルワーカペガサスです。いきます。通常召喚、さらに通常召喚。いきます。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、聖の獣聖獣をペガサス。王と王の戦いを今始めます。殴るしかありません。いきます。ダイレクトアタック、シールドブレイクです。ジルワーカー微妙動画としては美味しくありません。おー、アンビリーバボー、信じられません。アカシックサード奇跡起こしなさい。お願いします、お願いします、お願いします。グラディオネットドラゴン来ました。グラディオネットドラゴン上から叩き潰します。破壊です。しかしバウンスとハンテスをされてしまいます。しかし向こうは、向こうはスピードアタッカーがいなければまだミーにチャンスがあれば、ここは殴らないで慎重にターンエンドです。殴ってなんかトリガーでグレゴリアワームとかなんかその辺が出てきたら困ります。さあスピードアタッカーをやめてください。ナーガがもっと、しかしこれナーガ進化直接いけないじゃないですか、これ進化速攻できないんじゃないですか、これクオンスパイラル、おーっとスパイラル戻されてしまいました。だって、おお、ナーガアンビリーバボー、アンビリーバボー、クローンスパイラルうざすぎ、クローンスパイラル強力すぎます。こうなったらこっちも意地で展開しまくるしかありません。まずは天地の構えですね。天地の構え、天地一体です。シールドを増やして延命します。ジルワーカーで時間稼ぎ。そしてナーガが来たら困るので戻すしかありません。戻りなさい。アカシックサードゲット。こちらもマナが溜まってきたのでペガサス進化速攻いけます。でもジルワーカー向こうも割と困ってます。チャンスです。ペガサスを揃えてエクシーズ召喚。さあここで来ました。来たけど元から手札にあるのであまり意味はありません。山札が少ない、山札が少ない。ここはもう行くしかありません。アカシックジルワーカージルワーカーペガサスです。行きます。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、これで決めます。トリガーが来なければ私の勝ちです。行きなさい、ダイレクトアタック。ワンノー、ここで外れるここで外れる。当たって欲しかった、最後の最後。おっとトリガー、アビリーバボー、デーモンハンド、信じられません、信じられません。ここでデーモンハンド、なんという強運。さあアストラルリーフ、おっとあれ、これと待って、ナーガは5マナ、ナーガは5マナ、どうなるこれ、向こうにナーガはあるのか、
一体どうなる。でもミーにはシールドが1枚あります。これはでかいです。ブロックされなくても、しかもジルワーカーがいるのでまだまだワンチャンあります。ペガサス、おおなお、バウンスです。でもし、おこれはどういうことですか。これはどういうことでしょうか。あ、なるほど、ブロッカーでペガサスを止めるということです。なるほど、わかりました。で、シールドをブレイク、シールドトリガー、ホーリースパークです。メインの勝ちで、というかペガサス、これもう1体出せます。もう1体出せるけど、多分相手が投了してしまいました。いや、ここはもう一度殴って、いや、あれですね、もう1体ペガサスが出せたので私を出すことができたので2回ガチャが引けましたが、相手が投了してしまいました。サレンダーしてしまいました。まあ、さすがにこれはサレンダーです。というわけで非常に熱いデュエルでした。やはりでもあれですね、欲張ってはいけないですね。アカシックサードならアカシックサード、ペガサスならペガサス、どちらかに絞らないと欲張ってしまってはなかなか世の中うまくいきません。というわけでペガサスデッキ、もうちょっとまともに組んだら結構強そうなので、ちょっと改造してみようかなと思います。というわけで今回は私ペガサス G アカシックがお送りいたしました。それではご視聴ありがとうございました。さよなら、 See you。